なんか言っちゃったとか。ねえ、なんかすっげえ追っかけてくるよ。社会人ギリギリ、ね、社会人ギリギリやったって頼む。やばいって。ねえねえ、うちらなんかした？何もしてないって。なんなん、めっちゃ、ねえ、はい、ここ一応入って。怖いし。怖い、また来た。ねえ、近くに入ったよ。嘘やろ、こいつら。ねえ、なんでこんなついてくる？おかしいって。また来た。めっちゃダメがついてきたよ。めっちゃ怒ったら怖い、怖い。ねえ、ちょっと、ねえ、車、ネタ待って。やばいって、やばいって。やばいって、ねえ、なんか幅が分かんねえけど。やったろ、さっき。何？そっちやっちゃって。何？何だ本当に？怖い！ねえ、りょうちょっと。撮ってたろ、さっき。撮ったって何音撮ってんだよ。マシだろ、うちら映ってんぞ。撮らなくしてねえわいや。何もしてないって。え、ちょっと待って。ちょっと怖い。煽ってきたのそっちやろいや。煽ってきた？撮ったのが向こうだろ。笑ってないって。さっき私たちのことバカにしてたでしょ。バカにして散々笑ったりしてたよね。何なの？全然笑ってないし。笑ってない。盗撮してたじゃん。ずっと映ってたぞ。どこにいや。カメラずっと回してたろ。うちらずっと映ってたぞな。ねえ。回してないね。回しとったけど、私らしか映しとらんねえ。セカンドチャンネルやよね。ついサブチャン撮ってただけっすよ。はあ？あんたらなんて全然撮ってないし。ついし。ねえ、笑ってたろ。全然映ってないし、笑ってないし、知らんし、あんたらなんて。張り込みしたりさ。ちょっとうち娘おるし怖がっとるからやめてください。車割り込みしたりさ、なんなの。そっちがしてきたんや。んじゃん、そっちがしてきたんや。何言ってんの。俺らなんか悪いことした。そんなにこっちのこと盗撮してんじゃん。してねえって。してたよ。何をしとった。盗撮してただろ、ファミレスでずっと。意味がわからん。こっちカメラ向かってたぞ。そうだよ。いや、あっちがやって。煽ってきたそっちやんけ、後ろから。そっから割り込みしたりなんだり嫌がらせしてたのそっちでしょ。おめえやるやってきたの。はぁ、ずっとガンガン車間距離ギリギリハザード耐えてさ。割り込みしたのどっちだよ。お前ハイビームめっちゃしてきたやろ。いや、そっちが割り込みしたの。この車だろお前。は？何言っとるお前ら。お前行ってこなっつった。俺やっちゃえよ。怖い、叫んだよ。やっちゃえよ。もう逃げよ、逃げよ、逃げよ、逃げよ。うっさいろわ、うっさいろわ、うっさいろわ。何したね、終わったね。ふざけんなよお前、俺の車やぞ。そっちでしょ、馬鹿にしてきたの。ねえ、よう、フロントガラス笑われとるよ。お前これ警察に突き出すからね、映像そのまま。あれよ。やれるもんならやってみればいいって。そっちがやったんでしょ、最初に。雲が筋を鳴ってるやんけや。ふざけんな、やめろよ。やめろよ。ファミレスからずっと撮ってて、なんなの。ずっと撮ってんじゃねえかよ。だからそれ勘違いで、私は自分たちの製造しか撮ってないよ。撮ってんじゃん。カメラ向かってんじゃねえかよ。今撮ってんじゃん。今はこれ証拠として収める。さっきからこんなにされてるよ。さっきからファミレスずっと撮ってたよね、タカミ。これやばいって。早く警察に言おうよ。待って、これ警察に言ったら大丈夫な話なの。知らないね。今でも証拠取っとるもん。そっちが割り込みなの、嫌がらせなのしましたって、こっちはいくらでも言えますから。じゃあ証拠のやつ見せれば以外に、さっき撮っとったやつ、セカンドチャンネル撮ってたんじゃん。ほら撮ってたんじゃん。さっき撮ったやつって今言ったじゃん。あの撮ってないとか言って、私たちのこと散々撮ってたんじゃん。だからセカンドチャンネルは私らだけを撮っとって、あなたたち映ってないから。知らないし。知らねえそんなの。この子めちゃくちゃ怖がっとるし、もう大きい声出さないでください。こっちが嫌がらせされてるの、なんでそんな風に怖がられなきゃいけないわけ。こっちが怖がったね。怒鳴ってきて、怒鳴ってきて、いきなりフロントガラス笑われたら怖いやろ。全部カメラに収めとこう。息子だって怖がってんだぞ。お前何、夫婦なの。夫婦だ、夫婦。だから何。おかしいじゃないか、お前ら。そうって今地元の金沢で煽られてて、24時間車中生活っていう動画俺ら撮ってたんですけど、その撮影中にこういうことが起きました。もう何、さっきから撮ってたって言ってんじゃん。私たちが撮ってたんじゃん。やっぱ知ってんじゃねえかよ。いきなり気づいたら後ろにお前らクラクション鳴らしてきたんけや。よく言う。ベタ付けとかしてきたんけや。後ろからすごい。この後割り込みしてきたらどっち。蛇行運転してきたらおめえやるや。いやいやいや、割り込みしたらどっち。いや、危ない運転してきたらそっちやしね。そっちが危ない運転してきたから、うちら逃げようと思って割り込んだだけやん。ああ、割り込んだ。それが割り込みなんだよ。だって怖かったから。ミキになったんだよ。こんなことしていいと思ったら。はぁ、じゃあ何、嫌がらせしてもいいの。なんで嫌がらせされたかどうかなんて証拠ないのに、あんなことしてもいい。あれ証拠になっとるね。証拠とかプロフガラスなってるの。証拠になっとる。さっき撮ってたって自分で言ったじゃん。いや、撮ったのは自分たちの姿だけやっとるやん。私たちのこと盗撮したよね。してない、してない。昼間なにお前ら後ろからハイビームめっちゃ焚いてきたやんけ。はぁ、割り込みだからだ。そう、割り込まれるような運転の仕方しとったやん。危ない運転してたのそっちでしょ。なんで蛇行運転しとったのそっちやん。
うちなんかゴールド免許だぞ。そうだよ、私だってゴールド免許、ずっとゴールド、ね、映ってないものを盗撮って言われても困る。あ、迷惑行為は捕まらないんですか。今迷惑行為どころか犯罪やん。いやいや、あんたらがやったことは犯罪やん。散々ね、迷惑行為、嫌がらせ行為しといて何それ。じゃあもしも仮に映ったとしてもモザイクかけるからな、普通。そういう問題なわけ。そういう問題。悪いけど私あんたらの顔なんて一切覚えてない。それぐらいに見てないってこと。そんな被害妄想されても困るんやって、こっちが。被害妄想じゃない。じゃねえ、うちらは何もしてないって言ったのに。さんちゃん、私たちのせいにして逃げる気なんなのそれ。じゃああのフロントガラス割ったのはどう説明する。だから嫌がらせする方が悪い。でもあれしたらダメやん、もう。じゃあ何、盗撮していいの。盗撮したらダメじゃん。盗撮されたっつってもああいうこと出したら、したらもうアウトや。どっちが先なの。盗撮したのが先だよね。 やることがレベルがヤバすぎる。レベルとかの問題。盗撮なんて証拠ないのに、証拠も出しとない。あ、じゃあ何、盗撮はちょっとの悪さで、こっちはすごい悪いからお前がダメってこと。いやいや、でもあれはしたらダメやろ。いやいやいや、じゃあ盗撮もしたらダメやろ。理性がないんか。あ、そっちだってそうだ。ないし、あんなことするの。いきなりハンマーで割ってきて。いきなりじゃないよね。だんだんこっちを我慢して我慢して我慢して、ここまで我慢してきたの、嫌がらせ。俺ら大きい道路でもゆっくり走っとってんぞ。いや、後ろから追い抜くわけでもなく、ゆっくりとかで問題じゃないじゃんね。嫌がらせ、蛇行運転だとかなんだかさ、私たちの前割り込みとかしたでしょ。じゃあファミレスに女子高生とかめっちゃおって、みんなインスタのストーリーとか撮ってん、それにもなんで怒らんがんじゃん。映ってなかったから。そう、こっち指差して笑ってたよね。なお前、コムドットの山とか言え、俺は。ねえ、やめてくれよ、盗撮って言ってるやろお前ら、気持ち悪い。もうギリギリでウィンカー上げても左折してきたやん、こっちに。ウィンカーレスで2回も。盗撮ほんとお前らも何やってんださっきからよ。お前警察に、警察に届け出るやつぞ。怖い怖い、ちょっと早く止め。お前損害賠償請求するぞ。やれやれやれ、やってみろよ。お前自動車保険使ってやるよ。お前、おい、やっていいよ、やっていいよ、どんどんやってくれよ。いや、待って、車どんどんやってみろ。今鍵閉めるぞ、鍵全部閉めるぞ。閉めたよ閉めたよ。何がしたよお前ら。出てこいよ、ほらよ。そこまでしてやらんなことがいいや。いい加減にしてよ、さっきからずっと撮ってて。もうこれもやめてよ。ちょっと下ろせよそれよ。これどうやって焦んて、警察にそのまま。金も私ら車出たら何されるか分からんもんね。高見、あれ持ってきて、ね、ほら、あれあれ。分かった。何あれって。俺やっちゃったよ。おいお前、大根よお前。大根はもうこんなもったいないことしちゃダメよ。もったいないとか言ってんじゃないよ、本当に。何挟んどるん。大根も狂気になるんじゃないよ。そういうのに叩かれたら痛いわいね。何がしたのお前。終わったなおい。ねえ、私たちの大事な大根。ちょっといい加減してよ。いや、怖い。食べ物大事にしようぜおい。いや、大事にしてないのそっちや。こっち来たよ、こっち来たよ。何したのかお前、その大根使って。大根の汁ついた。大根めっちゃ飛んでこないんけど。お前言うけどさ、こっちお前新車ねんぞ。お前こっち俺自分の車買ってんぞ今最近。お前この日産の風が買うのにどんだけ俺金貯めてきたと思ってるんて。知らないし、今から俺就職もしんないし金もねえげんぞ。いや、請求したそっち回すから。この割り方はもう順調じゃないって。ねえ、次は今だからね。ねえ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 、怖い怖い。今今お前これどうしてくれねんて、硬いもの粗末にすんなよ。引っかかった。そっちに挟んだのは。ね、めっちゃ食べ物粗末にするやん、この人ら。早く逃げよう、頭おかしいねんて。いや、でも、いや、でも逃げたらこのフロントガラス修理してもらえんやん。ここで大根すり下ろそうぜ。どこでやってたかみや。やめろやめろ。大根割っちゃってよ。大根おろし作っとるよ。やばいってお前、死ねよお前。これでサンマ食え、サンマ。ね、本当にやばいって。早く逃げた方がいい。カルト宗教みたいな。そう。うちら殺されてもやばい。もう。うまいぞ、これは。醤油持ってないか、醤油。こいつら多分映画のミッドサマーに出てきそう。あ、ミッドサマーに出てきそう。うわ、やばい。やってるやってる。叩いてる叩いてる。まだ叩いてる。やばい。おかん、親父に電話かけて、こいつらもうやばい、もう。大根、大根。まだやってるし、こいつら。大根おろし。もしもし。やすし、ね、ちょっと今大変なことになっとるやん。車で煽られて、フロントガラス割られて、変な夫婦に絡まれとるねん。今、社長と一緒に、片町散歩しとる、今。どこにあるん、場所わからんわ。今位置情報起こるから。ねえ、まだ知っとるよ。どうしたどうした。俺ら今結構金沢市ウォーキングしてるよ。変な頭のおかしいカルト宗教。何言ってんの、頭おかしいとか言ってんじゃないの。カルト宗教、カルト宗教、カルト宗教ってないよ。分かった、すぐ行くよ。今から私の主人と会社の社長が助けに来るんで待っとって。ああ、おいおい、2人分追加か。パパ車で待っとろ、やすし車で。おい、よいしょお前。
おいお前やめろよ。待って何しとるん。綺麗な綺麗。もう死ねって書いてるこいつ。やめて。ハートマークハートマーク。あんたちょっとやめてよ。ちょっとね。やってほしい。やってほしい。待って。やってほしいの。もっとやっておこうか。いややったらダメやって。やめろっつってるやろ。お前ら本当に終身刑になるよ多分。やめろっつってるやろ。こっちもかけてやるか。どういうこと。お前周りの人からも頭おかしい人らに見られとるやんけ。これ車通る人らに。どうしゃがれねんてや。ちょっと早く来て。何や、何やこれ。こんなことされた。はこの人たちいきなり後ろから追っかけてきた。何してんの。おい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 、お前俺上がった新車ねんぞ。おい、はい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 、じゃねえやろお前。おいふざけんなよ。ふざけんなじゃないでしょ。そっちでしょ。ふざけてんのは。後ろ何をしとった。何があった。見てこのガラス切っとんなよお前。そっちでしょ。なあ受けてんじゃないよ。おっさんが。おっさんじゃねえわだろ。クソジジイ。ババアが何言ったんババアが。なんなのよ。私のことババアって言ってクソジジイじゃん。あんたクソジジイじゃねえわお前。何こんな格好してさ。いやいや自分だって何なんこの格好。関係ないでしょ。いやね、もう、あーうちのアキコに手出すな。誰よお前。ゴムダットのお前ヤマトみてえな感じやじゃん。ヒューガやろ。ヒューガや。ヒューガ高文のこと高にしないでくれ。私たちのこともバカにしんといて。なんでババアとか言うからかなんでしょ。当たり前やろお前。あんたのせいだ。じゃあ私の態度返してよ。いやいや、なんでしんどいんだったら。私の子だよ。ふざけんなクソババア。クソババア。お前のクソババアやな。なんなのうちの高文にクソジジイとか言って。普通の私のジジイって言った。おい、どんなジジイだもん。ジジイじゃない。あんたの旦那もジジイや。ジジイになった。ジジイにジジイって何。うちの高文はかっこいい。いや、うちのやすしの方がかっこいい。ねえ、まあ、負けるか、まあ、社長、これマジどうすればいいですか。仲良くないよ、俺。僕よ、ほとんど100人あったら100人がみんなこっちやすしがいいし、行きますよ、高文がいいし。ジジイババ揃って恥ずかしいから。ペンギンってお前なやこれ。おい、俺の車やぞ。何一緒になって壊しとんがよ。さっきから弁償弁償って金の亡者。なにそんなにお金がないの。かわいそうだね。大体の金、偽物の金つけてる時点で。高文に触んないでよ。おっさん、これ散歩行ったのかって。おっさん、やってみろ。高文に触んないでよ。おっさん、こんなもんこんなもん。弁償しろ。おい行けよ。どっか行けっつーの。何言ってんの。おっさんはどっか行けなよ。おっさんじゃねえわ。お前のがおばはんだろうがよ。もうおばさんって言う人。聞いてたから。行けっつーよお前ら。カルちゃん。ちょっとやっちゃって。カルちゃんだろお前ら。やっちゃってこのおっさん。カルト宗教や。中文の壊してんで一緒じゃん。あんたとあちらって。うちの大事な息子の新車こんな風にしたら、あんたらどうしてんの。じゃあ何、中文のネットでさ、大事じゃないっていうの。あんな安物の軽いやつ。安物とかさ、何言ってんの。失礼極まりない。やってきたのお前からやろ。いや、はい、オッケー。この汚い安いね、ネックレスよ。これ汚い車。それあんたらが汚くしてんの。こいつら迷惑行為の器物破損だろうな。迷惑行為はお互い様じゃない。いやいやいや、これ誰が仕掛けたのよ。じゃあ俺この車ぶっ壊すわ。ちょちょちょ、これはやばい。こちら、おいおいおい、タイヤパンクしてる。おい、何でそうなの。空気抜けてきたよ。ブシュー言うてる、ブシュー言うてるわ。空気抜けろ。やばいって、おい、タイヤに穴開けとるよ。あ、もう信じれんわ。何したのこの人ら。ほんと頭おかしいぞこいつら。やばいって社長、どうしたのこれ。こいつらお前どうしたのかな。社長が壊そうとしたからやんけ。俺らも同じ罪になるやん。いやいや、俺まだ未遂やぞ。どうする、家に帰れんくなったやん。まずこの車で道路歩いたら、うちらめっちゃ哀れな目で見られるよ。どうするの本当に。どうしよう。おう、どうせこれ廃車にするんやったらな、こん中でアキコとカーセックスさせてくれや。はっ、やばい、気持ち悪い。せえよ、俺見とってやるよ。おせえよ、早くしろよ、早く回すか、それで。お回しやる、カメラ回しやるからしようよ、早く。俺のハブじゃねえんって。つうか、こいつら本当に死ぬつもり。ガチでやるんか、こいつら。ちょっと待って、私の大事な息子の車に。何なんかでほんな汚いのか、全然いけ。もうトトのつまり、結局君たちは何をしたいの。もう、実はよ、俺プロを目指してたんだよ。なあ、アキコ。プロ。アンミはすごいんだよ。アキコ撃ってみっか。お前、どっかボルト出してんだ、お前。おアキコ、俺の球撃ってみろ。まあ、やってこいつら何しとんの。何したの。おい、何する。ちょっと何、どこ叩いとるん。やったな、お前ら。お前下手くそやな。これ以上壊すつもりか。もうタイヤ完全にパンクしとるやん。全然空気ないやん。もう空気一つもなくなったやんけ、このタイヤ、左タイヤ。俺の玉見ろ。は何。やめろやめろ。おい、待って、これもうさらに割れたやんけ。すごい、高文の玉ってやっぱすごいんだ。いやいやいや、あんなたるい玉でこんだけ割れた。50キロも出てなかったお前。おい、アキコ見とけよ。
やめろや。これどうやったらやめてくれるのこいつら。ちょっと相手にせん方がいいかもしれん。警察待とうよとりあえず。待つか。ねえ高見、今から鍋作る。いいねいいね。え鍋？何で鍋作るん？材料切らねえとな。切らないか。何やったの下の車に勝手に乗って。どっから白菜持ってきた。何してる？おいバカ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 。ちょっとちょっと。だんだん車汚くなっていく。だいぶ抜けたよ。こちらやべえ、食べ物を粗末にする最悪な奴ら。あんた一体こんなとこでどうやって鍋作ろうとしてるの？あ、ちょっと鍋貸してくれる？え、ないわ。持っとるか、そんな鍋。うち帰って作れや。あとさ、コンロ貸して。ミントスコーラス。ちょっとやめろよ。何したの？ちょっと、トレーブじゃねえし。お前俺の車やぞいや。これ以上汚してどうすんの？バカ。いや、今日うまくいったと思わない？うまいうまい。ねこれはもう手のつけようがないな。なんでお社長その開き直ったんですか？いやもう警察来るから、もう警察が解決してくれるよ。そうか。もうなんかイライラしてきた。このさつまいも7挟まっとるのこの端に。ワイパーなんて折ったらダメやん。あーくそ。あやばい折れた。やばいってあんた何自分で何しとる？大根挟まっとるもんここに。もうほな無理やりせんとけばいいわいね。このエンブレム記念にもらってくか。そうしよう、取って取ってせーの、うん、やめろって。何エンブレム取ったの？あれ出したよ。やったよ。あきこチャンピオンベルトだ。やった。カメラだけど見えんのお前。おいおいおい、何してんのお前。いつまで撮ってんだよ。やめろって。触んな俺のカメラに。これしょうがねえんて。お前らマジ逃げんなよ。お前らこそ逃げんな。ねえあったがさ、うっとうしいから。もうあきここれ人質に撮って。何やったのお前ら。おい、すばれすばれ。ちょっと何しとん。ちょお母さん助けてくれよ。ねえやさし、何とかしてよ。おい、なんかすごい状況らしいよ。いや、お兄ちゃん大丈夫か。なんてことしたら。生田斗真じゃねえわ。もぐらの疑いや。生田斗真じゃねえな。この女性が生田斗真なわけないじゃないですか。もうああ、石でめちゃくちゃにしてやるよ。やったこいつら、マジで石投げとる。次てかお前らいつまで撮っとんだよ。やべえつってるや。なんか見たことあんだよな。ねえなあ、えマジで誰だっけ。見たことないし。私あんたらなんか知らんし。知らんし。なんか動画載せてる人たち。あいや知らんし。だから撮ってんのか。もうさっきから本当うっとうし、ずっと撮ってると思ったら。そういうこと。お前ら YouTuber か。じゃあ YouTuber こういうことしたっていうのを全部の人に教えてあげたいね。いや 逆にうちらこれ載せたらあんたのが不利になるからね。いや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 。ちなみに YouTube 名言うよ。コムドット、ヤマト、アブリジヒューガン、フェラちゃん。いや私のおっぱい触ったよ今、うん、前のおっぱいも触った。コムドットです。じゃあ何ふざけとる場合じゃないやろいね。分かるやろいね。そういうもんたち今ふざけるとこじゃないやろ。コムドット好きでしょうがねえ。車こんなことされるねえ。コムドットって言うんだって。ネットに拡散してやろうぜ。ねえどんどん広めてやろう。コムドットまずいよ。エスポにしよう。エスポにしよう。エスポ何やったのお前。ちょっとコムドット意味わからんし。手紙待って。何だこれ。2人で乗っとるの。やったネットにあんたたちの名前拡散してやる。見てよ二人ともこの周り車。もうこれ使えんやろ。どうやって使うんこれ。コラボレーション。コラボお願いします。お願いします。頭いっちゃっとるわ。私たち実はね、夫婦チャンネルやってんだ。登録者数どうせ0人やろ。マウント取りたいの。17人しかおらんねんて。17万人じゃなくて17人。それ友達しか見てないじゃん。いいじゃん関係ないじゃん。友達おる。友達おらんやろ。お前端末いっぱい使って、お前自分でチャンネル登録17個しとるんじゃないか。ああそういうことか。ああそうそう、親と親戚だけじゃない。マジでこれどうするマジで。なんかうるさいけどどうしました。これどうします。これちょっと今やられたんですよ今。これは困りましたね。いやマジどうすればいいですかね。レッカー呼んで助けてもらった方がいいんじゃないですかね。すぐには分かんないですけど調べてみましょうか。これガラス割れてたら運転できないんですかね。多分そうですね。この状態ではもう走ることできないです。とりあえずうち帰ろう。待って一回運転できるか確認してみよう。さあ動くかな。やばい、でもこれ視界がやばくて運転できん。やばい、これはもう前進んだら多分死んでしまうわ。レッカーで運ばれていきます。車をレッカーに積み込みました。これでもう撤収です。修理に出します。とりあえずこいつらを捕まえた後。あ、社長来た。帰ってきたぞ。 ありがとうございます。何してんのお前。何してんの。ちょっと全員車乗れ。はい、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 逃げるよ、逃げるよ。バイバイ。鍵落とします。ぽーい。よし、このままもう家に逃げ帰るぞ。ねえねえ、後ろからなんか追っかけてきてるよ、あの車。嘘つきや。ほんとやって。いつの間に寄った。鍵投げ捨てて時間だいぶ上げたのに、どうやって俺らの場所特定したいの。ネットで住所バレとるやろ、うち白山市、ほんにゃんやられやれやれやれ。ちゅうか、コムドットって言ったけど、コムドットって信じとらんゲーム。桐崎英二って分かっとるんじゃん、あの人。分かったよ、もう判明したやん。ぴったりついとるやん。
車間距離近い状態でずっと追いかけてきてます。うちの帰ろ、やばいってこいつら。思いっきり降りは目の前に、すぐ降りろみんな。鍵閉めて入れ、行け。ちょっとあの人走ってってよ。ちょっと、うわ怖っ、やばっ、こいつらほんまやばいけどね。ちょっとみんなどうする。おい、なんで家の場所わかった。あなたの走ってるからネットにあんたんちの住所出てたよ。俺コムドットって言ったのに名前判明したん。ヒレダシさん、あんたさコムドットとか言って嘘言ってんじゃないよ。お願いがあるんだけど、あんた有名なんでしょ。私たちとコラボしてくれない。どういうこと。私たちの YouTube とコラボ、夫婦でコラボや。いや私らしたくないね。優しい、何言うとるん。コラボお願いします。お願いします。今ね、離婚届と婚姻届持ってきたの。だからさ、私たち夫婦入れ替えるはぁ何を言うのかな。私こんな男嫌やし。俺がアキコとやるの。スラッピング入れ替え。お前めちゃくちゃなこと言っとるな。お前 AV 飲みすぎやろお前。ねえねえ、そうなったら子供どっち行くの。りょうたまえはそうなったらどっちについてくるの。うん、どうしようかな。俺前もらってもいいよ。あ、本当に。うん、全然。じゃあ前社長の子になるわ。意味わからんし、あんた何わけわからんこと言っとるの。お父さんもお母さんもこんな人らと結婚するんやったら前一緒におれんわ。コラボレーションお願いします。いやいやって、ヘズマンがコロナで夫婦でさ、職がなくなってさ。いいじゃん、あんたたち有名なんでしょ。そのぐらいにちょっと手伝ってくれたっていいじゃん。お前ら YouTuber ってそんな簡単じゃねえぞ。そんなん夫婦でやれるなら俺とサキさんでやってるわ。もうそうやってずーっとカメラ回せて適当に上げときゃいいんでしょ。そんな適当じゃねえし。あ、何しろ。俺アキちゃんとスワッピングする。あんた何しとれん。ちょっとこっちか。えっちゃん、ほら乗り気。あ、私離婚するわ。いやマジありえんし。本当にダメこいつ。ムッカついた私。あんたちょっと私というものがありながらまだ離婚もしてない前に他の女に行くってどういうことなんじゃ。いやいや、ちょっとね、ありえんしな。いいいや、アキちゃんとアキちゃんとアキちゃんとやる。なんちゃんねんこれ。今夜久々にやるぞ、ドッピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何とでも立ち上がる。私はお母さんと。あ、無理です。じゃあ俺前に。